原元時元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、阿公老子四十七子の一人、通称は宗衛門。変名は、和田玄信、前田善蔵。義子四十七図、宗衛門元時慶安元年、米沢藩主、上杉綱勝家臣の地代将事藩主、前田理事家臣、原忠達,達の長男として誕生。母は、和田正元の娘。弟に、 岡島つ樹。父、定達は、女王三年頃にゆえあって、前田屋並びに、上杉家を離れて浪人するが、遠方三年、元時は、赤江藩主、浅野長直に主官し、後に、弟の常樹も赤江藩に仕えた。遠方七年、赤江藩主、長沢六郎江門の娘を妻に迎え、彼女との間に四女を設けたが、元禄五年に妻は、 創生自出産のために死去したという、後妻として、水野七郎衛門の娘を迎えた。元禄六年の文元帳には250国を受けており、元禄十年八月十四日、五十国加増されて、都合三百国、また、足軽頭に就任した。元禄十四年三月十四日、直死後地創役に当たっていた、四君、朝野長典が、江戸城少子王老化で、 吉義仲に人情に及んだ事変が起きた時は、天送屋敷に詰めており、天送屋敷からの退居の指揮を取り、朝の家の重機類を運び出した。その手際の良さに、江戸幕府の目付は感心したという。その夜、大石の武器をと共に、第二の使者として、早川で、阿光へ向かった。通常十五日の童貞を四日で走破し、 三月十九日、朝の長乗り切腹の法は赤江へ知らせた。かろ大石義雄は、総都城を命じ、現日表情が行われた。表情は、老城内地にか、会場教順かで対立し、元時は会場教順を主張して、大石に入りを申し立てるかろう、王の友ふさに爪め寄り退去させている。赤江城明け渡し後は、大阪に住み、大石義雄の上最高運動を補佐し、 同年9月にはあだちを主張する、旧神派を説得するため、大高忠だらと江戸へ下った。ところが逆に、堀部武恒らに同情して旧神派の中心となり、京都山品に赴き大石に、あだちの結構を迫っている。なお、あだちを結構しようとしない大石に号を煮やした、旧神派は一時、元立を旗頭に討ち入りを図ったと言われている。元禄十五年7月、 幕府は、朝野長則の辞典、朝野長広の広島州、家長預けの処分を決め、五家最高の望みはなくなった。これを受けて、京都演山の会議にて、大石は仇討ちを決定すると、同年10月に、元立つは、岡島つね相田光信らと江戸へ下る。12月14日の平討打入りでは、表門隊に属し、大石義夫を助けて、指令に当たった。 邸内侵入の際に、屋根から滑って、足を捻挫したため、千学寺への引き上げの際は籠に乗せられている。細川津な屋敷へお預けとなり、元禄十六年二月四日、幕府の命により細川家家臣、増田沙大門の解釈により切腹。去年五十六、法名は、派、峰桃、鶴神真あ仇うちを結行しない元と立お老母が自害して、 痛めたという話が今日に伝わっているが、後世の創作である。父、定達は、元達生誕時前田家家臣。老人は、女王三年頃とされる。上杉すぎ綱勝の姫が、加賀大正寺派前田家に嫁ぐ際につき人となり、前田家に派遣された。同上杉公家ぎ文言語、読売新聞、地方版。ありがとうございます。